A スキーズインプレッションです。ご協力いただくのが、はいはい、フレーミングアテニスの佐々木です。はい、お願いします。お願いします。お願いします。はい、はい、南国スポーツマーケットの上条です。よろしくお願いします。はい、お願いします。今お持ちのこの新しいシューズがなんかまた、はい、プラスアルファでなんかすごいとかいう噂が、はい、そうですね、プラスアルファでこれ今月末発売の、プロスパイダー、アルファグリップという商品です。アルファグリップ、アルファグリップ、はい、従来あのプロスパイダーというモデルを出させていただいて大変ご好評で、品切れも続いていたんですけれども、今回はアルファグリップとして、モデルチェンジではなく、追加モデルとして、従来モデルとプラスアルファ商品数も増えております。はじゃあもう今までのはそのまま、そうですね、継続で、はい、プラス新しいアルファグリップ言えばいいじゃないですか。ネーミングにある通り、アルファグリップということで、今回はグリップ力を、従来のプロスパイダーに、さらに強化してまして、動き出しですね、特に、動き出しの9割以上負荷がかかると言われている母子球の部分に、ほとんど 100% と言っていいぐらい、今回研究を、重ねまして、ここに、力を入れたというような商品になってます。悪いとこですか。はい、そうですね、こちらオールコート用がこの縦の溝で少し、うねうねしているような形になってます。これはですね、スタッドレスタイヤ、ダンロップはタイヤのメーカーでもありますので、そこのスタッドレスタイヤの技術から、応用してテニスシューズにしたというモデルで、要はシューズが屈曲した時に、できるだけここの接地面が少なくならないように、全部の、溝が、しっかりと、地面にくっついて、蹴り出せるというような仕組みになります。実はこのオールコート用のシューズに関しましては、より靴に対して、負荷がかかりますので、この部分ですね、少しアーチ状になってます。ちょっと後ろが、ね、ここですよね。そうですね、少しへこんでいるような感じになっていると思うんですが、これですね、しっかりとこう親指が蹴り出していくときに靴がこういう形でしなってきますので、こういったときにしっかりと母子球の、接地面積っていうのが、地面にしっかりと設置するような感覚で、うんうん、あえてそこにも最初から溝が、そうですね、やらせていただいているので、より効率的に、地面を蹴り出すことができると思います。なるほど。で、オムニクレーコート用はですね、こちらのドットが通常はまっすぐ、ずっと縦に入っているんですけれども、どうやって見たらいいんですかね。こう見たら分かりますかね。少し斜めに、あ、はい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 なってまして、これは蹴り出したい方向に向かって、このドットが飛び出しているような形になってます。本当にこういう風な感じ。そうですね、こっち側なのでちょっと分かりにくいので、こうしていくとですね、蹴り出す方向に対してしっかりと、向くような形で引っかかっていく、地面に食い込むという言い方していくあれですけれども、グリップ、非常にグリップするというアルファグリップ。アッパーもですね、今回非常に柔らかい素材を使ってまして、履いていただくと非常によく分かるんですが、もう結構ふにゃふにゃですね。柔らかいっす。そうですね、柔らかく、フィットしてくれるので、従来よりももしかしたらワンサイズ下げて履いていただいても、十分に、足に負担がかかることなく履いていただけるかなというところでは、よりフィット感を求めて履いていただくということも、一つですし、従来モデルで少しやっぱり幅が狭くて、アッパーも少ししっかりしてましたので、従来モデル履きたかったけどちょっと狭くて履けないなという方も、今回のものでしたら難なくお試しいただけるのではないかというところで、従来のものと、並行して発売させていただきますが、いずれかのタイプですね、フィット感を求めて従来のプロスパイダー、
履かれる方、あとは少し柔らかいフィット感を求められる方に今回のアルファグリップをおすすめさせていただきたいと。ちょっとコンフォート寄りなんですね。こっちの、まあ、競技志向にはなるんですけれども、まあ、履ける方が非常に増えると思います。でもう一つ、違いがありまして、足入れ感ですね。ここのカットの部分が少し足入れが深くなってますので、これは履いていただくと少し足首のホールド感っていうのも出ていると思いますので、安心感もプラスあるという形でやっておりますので、ぜひお試しください。はい、じゃあ今日はオールコート用なので黄色、黄色いこちらですね。はい、履いて動いてみましょう。いただきました。はい、はい、やっぱこう履いた時の感触はすごい柔らかい、足にこう一体化しているようなイメージが非常に強かったですね。履いた瞬間分かりましたね。履いた瞬間分かる、はい、柔らかいフィット、柔らかいフィットすごい履きやすいんですよね。もう履いた瞬間にあれ硬い感じではなく、こう柔らかい感じなんだけど、こうかかとはしっかりこう収まってるっていうイメージがありましたね。あの前作のプロスパイダーも履かせていただいたことがあるんですけど、はい、やっぱりあっちの方がもう全体的にもうガチッと収まってるっていう感じがするんですけど、こっちなんかは本当にこう履いた時にこう柔らかい履き心地なんだけど、しっかりこう収まってる感じがするシューズです、うん、そうですね。従来のプロスパイダーも、そんなに硬いカチカチのシューズではないですけれども、うん、柔らかさの中にしっかり感っていうのをしっかり、ね、はい、出してきたシューズに対して、今回はあの履き心地の面ですね、やっぱり従来の、プロスパイダーが非常にご好評いただいたというところでは、より多くのお客様にお試しいただけるように、グリップ力だけじゃなく履き心地もアップさせているというようなところですね。ストロークとかしてこう小刻みにフットワークを使う、まあ、ボレーなんかでもそうですけど、まあ、足を出してこう引いて戻ってて、こう小刻みに動かした時なんかにこうフィットしてるっていうと、本当にこう靴と足が一体化してるような感じがするので、こう本当足は動かしやすい、結構こう安定感があって重さがあったりするシューズって、こう足だけ上がっちゃって靴がちょっとこう遅れてくっついてくるようなイメージのシューズも結構ある中にはあるんですけど、これは本当にこう足と靴が一緒にこうしっかり動いてくれてる感じがするので、非常に動き細かいフットワークも動きやすいですね。なるほど、はい、小刻みに動けるんで、フットワーク入れる感じですね。この時のこういう、はい、細かいフットワークは絶対楽だと思います、うん、やっぱあとはもう履きやすさが僕はすごく気に入って履いた瞬間から言ってましたもん、ずっと言ってましたねいい感じっていう、これが柔らかフィットかってすごく履きやすいですね、はいはい。でまあ、競技モデルなのに先ほどラケットは軽いというところでありましたけれども今回のプロスパイダーアルファグリップも競技モデルです、はい、ですけれども履きにくさというか、履いた違和感というのがないように、はい、しておりますので、でまたですね、前回同様、こういったインソール、通常の柔らかい、ソフトタイプのものと、ハードタイプ、しっかりと踏み込んでいく、動きたい方用に固めのインソール、こちらがセットになってついておりますので、お好みに応じて、シューズのカスタマイズをしていただけるようになってます。今日今回は柔らかい方で、そうですね、したんですよね、はい、まあ今回結構柔らかフィットな感じでしたけど、はい、入れ替えるとまたかっちり時間がよりかかとの部分がこうプラスチックのこのパーツが入っているので、はい、このパーツがしっかり結構足を押さえてくれて、これはまたこれはこれでまた好評なんですよ、うん、はい今回は、オムニコート用で、オムニクレ用ですね、でピンク色のデザインですね。オムニクレー用、はい、オールコート用でブルーのデザインのもの、オールコート、はい、アウトソーラーじゃメンズもレディースも共通、そうですね、はい、はいはい、ネーミングにプロスパイダーというのがあるように、前作同様このアッパーのデザインですね、雲の巣を張り巡らされたようなデザインになってます。吸い付くような地面をしっかりと、地面に吸い付いてグリップをしてくれるというような、イメージからネーミングしてますけれども、うん、今回もそういったデザインを踏襲しております。はい、はい、今回も発色がいいカラーで目立ちますね。目立ちますね、うん、はい、履き心地は柔らかフィットという
らいで、お尻とともにこうやっぱり安定感っていう部分も損なわれ、ちょっとわがままなニーズを出してくれるシューズだと思います。ぜひこちらの方もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。